喜びでありましたり、また歌は皆様の歴史とともに悲しい思いもたくさん歌われております。でも歌は人と人との心の架け橋となって、また歌は希望につながる、そんな思いがいたしております。はい、ありがとうございます。末永さんは歌だけではなくて読み聞かせ、中高生に対しての読み聞かせでも活動を展開していらっしゃるんですね。そうですね、はい、まだ皆様が生まれていらっしゃらない時代のお話といいますか、やはり日本にも悲しい出来事が60何年前にございました。いっぱいそのお話を皆様にお伝えする、はいはい、そのようなこともさせていただいております、はい、各寺院の本堂などでもそういう活動を。そうですね、ご本堂様のところではその活動ではなく、また地方でしたので、歌の方をチャンスを聞いていただきました。そうですか、はい、そういう活動を通して大正大学とのご縁ができたというところです。そうですね、ご縁という不思議なもので、自分ではあまり意識してないようなことが、やはり先祖の皆様がつないでつないでつないで今誕生させていただいていることを大変嬉しくありがたく感じております。はい、1曲目は100万本のバラご披露いただきました。このあと2曲続けてご披露いただくんですが、2曲目が遥かなる銀河、これはどういった歌でいらっしゃいますか。この歌は、はい、やはりシャンソンの歌い手の方がお歌いになったんですが、原曲にはギリシャの民謡で、私だけにあなたの気持ちを打ち明けてっていう内容の歌だったんです。これを英語バージョンに直された時に、詩をお書きになった方が、十二詩が出てくる、皆様に全部関係のある歌ということで、遥かなる銀河という歌をお作りになりました。星座が歌われていると伺ってます。はい、そうなんです。ですから今日お見えになっているお客様の星座が全部出てまいります。はい、楽しみにしていただきたいですね。ありがとうございます。そしてもう一曲がまた有名な曲、花は咲く、はい、こちらもお披露いただくということで。そうですね、もう本当にもう日本の国民歌謡になってきているような、もう大切な歌だと思いまして、今回歌わせていただきたいと思っています。わかりました。それでは末永明子さんで2曲続けてお楽しみいただきます。遥かなる銀河、そして花は咲く、お願いいたします。ありがとうございます。皆様の星座全部出てまいりますので、皆様の出てまいりました時に大きくパッて手を挙げていただけますか。そうしましたら、きっとこの熱い思いが東北の皆様にも届かれるんではないかと思います。それではご一緒に、遥かなる銀河。星が瞬く、生まれた時の星座、今を巡るよ。来る出会いらしい双子の星座、初めて激しいのさすりの星座、あなたに微笑み、私に輝くあの星、この星ひらめく間になり、愛され添うかれ、戦いさまよい、それでも明日を夢見て生きている。それが答えない、銀河の果てに地球が小さな星、小さな世界、人はその上で旅を続ける。
孤独な夜の道のはるかな旅に燃える辻が気のいい谷で賢い天秤座の愛を急いだベリーケードなるほど耐えぬくやりか、はい、流れに逆らわない子牛の聖者あなたに微笑む私に囁くあの星この星きらめく間に間に愛され染むかれ戦いさまよいそれでも明日を夢見て生きているもうご自分の星座出てらっしゃいましたからまだ作法は出てます。森田さんですか。はい、お待ちくださいませ。もし獅子が迷う乙女じゃ優しい水が目だわ膝を咲かせよ恋のハート一目見てたとそれぞれの愛今も星よあなたに微笑み私に囁くあの星この星きらめく間に間に愛され染むかれ戦いさまよいそれでも明日を夢見て生きているあなたに微笑み私に囁くあの星この星きらめく間に間に愛され染むかれ戦いさまよいそれでも明日を夢見て生きているたくさんのご一緒させていただきました。ご自分の星座出てまいりましたし、悩む乙女座さんがこちらにおいででございます。本当に多くの皆様とこのようにお時間をご一緒させていただけることは本当に幸せでございます。この世に誕生させていただいたことを本当に感謝いたしております。そしてこれからも東北地方の皆様多くの悲しみを抱いてらっしゃる皆様と心を寄せ合って前に進んでいきたいと思っております。それでは同じになりました花丸さん雪道に春風香る私は懐かしいあの町を思い出す叶えたい夢もあった変わりたい自分もいた今はただ懐かしいあの人を思い出す